すごい視線。あれ。今、フェイストラッキング始めました。おもてなしの心ね。いや、大切です。ちょっと持ってない カメラとミルク、これ2つ持つの危険。これ持てるかな。おじさんの生きた証拠を残します。生きた証明。おお、すいません。まだ元気でしょう、一応ね。なんかね、最近こう胃が痛い。なんかね、多分ストレス。胃が痛い。痛くはないけど、なんか、これずっとやってると、このやばい病気になっちゃうかなみたいな、それ系。それ系ね。ということで、これ、食券。なんか毎日もらいに行ってたんですよ。そしたらなんか、もう先に作ってあげるって作ってくれました、2週間分 5日目ぐらいで、いつまで滞在ですかみたいな、2週間ぐらいいるんですけどみたいな言ったら、なんか 滞在滞在してる分先に発行しますよっつって発行してくれました。ちょっと待ってください。今ね、ウィル君からテキスト来たんで返事してます。長文の返事しました。長文。オッケー。はい、そういうことで、どうもおじさんです。日曜の朝です。サンデーモーニング。サンデーサンデーサンデーだ。胃が痛い。 なんか痛いんですよ、ここ。こうやって人間って、中年の人ってみんな病気になってくるんですよ。ほんとそう思う。何もなきゃ長生きできるけど、なんかあるんすよ、人生。ずるずる、鼻ずるずるみたいな、それ系。諦めてます。それはもう、そうなったらそうなったでいいっす。そういう諦めの姿勢ね。そうなったらそうなったらしょうがない。それは人生。長生きするも早く死ぬも人生。桜咲く。桜散る。桜散る。よくわかだから、日々を大切に生きていこう。怒ったり、なるべく怒ったりしないで。なるべく怒ったりしないで、上を見て楽しく行こう。坂本九ちゃん。 よくわかんない。坂本九ちゃん。坂本九ちゃんの姿勢でね、上を見て、行こうと、そう考えてます。いいでしょ。だからこう、ニュースステューディオみたいな感じ。いつみさん。 古いっすか、いつみさん。 いつみさん、お元気ですかみたいな。いつみさんも散ってったんで、彼も。僕のね、なんていうの、 僕の少年時代の憧れの人でした、いつみさん。知ってますか、いつみさんって。アナウンサーさん、フジテレビの。 なんか髪型がいいんですよね、昔のサラリーマンみたいな。七三。七三できちっとしてて、そんな感じね。早稲田大学出身、確か。違う、東大だったかな。ちょっと忘れたけど、そのあたり。彼も散ってきましたよね。なんか彼の本読みました、昔。中学生ぐらいの時に。だからなんか、家系が病気系の家系でね、彼ね。確か。で、自分にも来たかと思ったって本に書いてました。息子さん元気かな、息子さんどうなのかな。確か息子さんいたはず、息子さんと娘さん。生きてりゃもうお父さんぐらいの年になってるはずだから、病気になんないで元気でいてくれればいいんですけどね。どうなんでしょうか。難しいですよね、そういう家系のそういうのってね、あるから。だからできるところまで元気に頑張っていこう、人生っていう、そういうよくわかんない。 そ
そういうおじさんからのメッセージ、おじさんからのホープ、ホープをお知らせしてます。ホープ、おじさんホープ失いかかってるんで お金がどんどんなくなってくみたいな。まあそれがおじさんの人生なんで、この危険な時にトラック会社を始めるっていうね、まあそのトラック会社っていうのはオーナーオペレーターになっちゃうっていう真のまあポイントは、今やんなきゃできないでしょうって、そういう感じ。まあ都市的にもそうだし、今やんなきゃ金を避けときますよ、もちろん多少だけど、そのロマン失うじゃないですか、人生としての。一回しか生きれないのに。だからロマンを追い求めてて話ね。そのロマンを追い求めてる過程でこういう苦境に立たされるっていう。金ねーみたいな多分日本に帰れないです、当分。もう日本に帰って旅行する資金は全部使い果たしました3回分くらい日本とかまあ海外とか、その旅行とかするバケーションの費用を全て使い果たしました、この半年で。だからまた当分どこにも行けないでしょうね。それでいいんす、別に。僕はそんな旅なんかなんていうの、旅行行ってはー楽しいって、そのあんま興味ないんすよ。このトラッキングをしてこうやってどうにかやっていくって方が僕にとってバケーションみたいなもんなんで、ストレスの多いバケーションよくわかんない。だからなんか、うわもうトラックの仕事やだ、なんかメキシコ行ってなんかバケーション地でカクテル飲みてーとか、そういうの全然起きてこないんですよね。なんか起きてこないっていうか、多分すぐ飽きるっていうか、分かる、目に見えてんすよ。飽きるでしょみたいなね。まあもしかしたら僕も家族いるとか、なんか可愛い子ちゃんのガールフレンドがいるとか、そういうのだったらまあ2週間ぐらいいいのかもしれないけど、それでも飽きてくると思う、多分ね。もういいみたいな、もう飽きたみたいな、何楽しいのみたいな、日焼けそういう人間、まあそういう庶民なんで、なんかそういう経験がないんで、ないからだと思うんですけどね、多分ね。なんか子供の頃から金持ちで、そういうのいつもやってたら、そういうのやるもんだとかあるじゃないですか、クルーズ行くもんだとか、楽しさが分かると思うんですけど、やったことないから分かんないって、そういう食わず嫌い的なとこね、なんか僕なんかだと、なんか間補修の誰もいないトラックストップとかに行く方が興味ありますよね、正直マジで。で、わあ間補はなんか曇ってて寒くてみたいな、風がピューピュー吹いてて何もなくてみたいな、いっすみたいなマジでそういう感じ。僕はね、誰も人がいなくていいわやっぱみたいな、僕はそういうタイプだから合ってるんですよ、すごいトラックの仕事。なんか人がたくさんいるところとかあんま興味ない。まあ自分がそのなんていうの、イントロバートだからなんですけど、そういうところにいる方がリフレッシュできて力がみなぎってくるんですよ。そのね、なんか人とグループになってる方が力もみなぎってくる人もいるじゃないですか。なんかコンサート行くとかみたいな、テイラー・スウィフト見に行くみたいなすごいっすよね彼女ね、何なの、全然わかんない、なんでそんな人気なんすか、あれとか言ってあれとか言ってねえ、アメリカでもすごいことになってますけど、なんか犯罪とかもよく起きてるじゃないですか。なんかこの間もイギリスでしたっけ、イングランドでなんかね、あったみたいなね、よくわかんない。同じことの繰り返しですよ世の中、ほんとね。だけど大体僕思うけど、大体グループの人たちが全て問題を起こす、グループ心理の人たちがね。あ、まあ全員じゃないけどね、多いって話ね。まあもちろん個人で一匹狼的な人が変なことする人もいるけど、でもグループになってる方が変なこととか変な思考に陥る人多いですよねっていうのが僕の感想。まあそういうもんなんでしょう、人間。僕は興味ないって話ね。僕は一人で大丈夫です、全然。その証明、生きた証明です、ここまでやってきて。
全く問題ない。ストレスフリー。まあ、今はちょっとストレス感じてますけど、胃に来てます。この辺り。一番やばいところに来てます。 朝トーク。なんかね、子供がいます。上か横に。上だな、多分。子供が跳ねております。何の話でしたっけ？そう、スウィフティーね。スウィフティー。歌詞、彼女のとあんま聞いたことないから、どんな内容の歌歌ってるか分かんないけど、多分あれでしょ？また色恋でしょ？多分。それ系の歌でしょ？だいたい決まってんすよ。だいたいそうやって少年少女の弱さにつけ込むっていうね。正直におじさんの意見言わせてもらいます。なんか冷たい人ね、もう、とかって思われても結構です。だいたい歌とかってそういうもんだから。なんかその、僕ぐらいの年になると、もうそういう色恋とかも通り越えてる部分ある程度あるじゃないですか。もう50歳ぐらいになると、なんかもう、なんていうの、そういうデート、若い頃のデートみたく、その、なんていうんだろう、ステップなんかあるじゃないですか。そういうね、そういうのもめんどくせえとかってやっぱなってくるじゃないですか、年取ると。なんか、みたいな。だけどやっぱ若いと、少年少女とかだと、なんか例えば女の子だと、あそこのボーイフレンド、あそこのライアンが、みたいな、よくわかんない。 そういうね、そのまだ未熟な少年少女たちの心に訴えかけるみたいな、それが響いてるんでしょう。まあ、それは昔からそうなんで、歌とかってね、基本的にね。わかりますよ、その気持ちは。だけども、僕はって話ね、僕はもうここまで生きてくると、まあ、そういうの、なんていうの、そういうふうに考えちゃうんですよね。歌聞いて、うわ、訴える。まあ、あるけどね、その、例えば、津軽海峡冬景色とか。おじさんの心に訴える、そういう歌にはもちろん反応できます。だけどスウィフティはやっぱりそういう少年少女系、まだ世の中分かってない人たちに対するメッセージなんで、その理想なメッセージ、まあ理想じゃないけどね、理想とは限らないけど、そういうことあるよね、色恋してるそういうことあるよねとか、こうやっていきましょう、女の子頑張って、こんな風にいきましょうみたいな、そういうメッセージでしょ、多分。すごいいい分析してるでしょ。だけどおじさん、アメリカ社会見てるとやっぱり、どうかなと思うとこあるんですよね、やっぱり。だからやっぱアメリカ社会見てていいなと思うのは、やっぱ宗教系ね。で、やっぱりその宗教色で、その人間はこうあるべきだと思ってるグループの人たち見てるといいなと思いますよね。まあ、いくつかあるんですけど、やっぱそうだよなみたいなね。だけどやっぱそういう無宗教な人たち、まあ僕も無宗教みたいなもんだけど 無宗教だけど、日本ってその、なんていうの、その社会にこう溶け込んでんですよね。アメリカ来てよくわかるけど、社会生活に、その、多分日本の人はそういう意識ないと思うんだけど、宗教じゃないけど、なんていうの、その考え方似たり寄ったり、それがいい悪いって思う人もいると思うんだけど、みんな同じように考えるのが悪いみたいな。だけどアメリカに生活しててよくわかるんですけど、それがいい部分でもあるんですよ。それが日本の強みね。そういうグループ的にこう、まあみんなある程度似たり寄ったりの思考回路を持ってるっていう、ある程度、もうもちろん突飛な人もいるけど、それが日本のいいとこですよ、やっぱ。アメリカとかだと本当いろんな人種、いろんな宗教あるでしょう。だから、てんでバラバラだったりするんですよ。だから、まあ、その、ある程度宗教的に結びついてる人たちは似たような考え持ってるから、善悪とかね、例えばそういうところも、そういうグループ、宗教的なグループの中で教えるとか、家庭の中で教えるとか、こうあるべきだ、家庭を持って子供を持つべきだとか、例えば。いいんじゃないですかと思うんですよね、僕なんか見ててね。だけどアメリカの場合はそれが全くない人たちもたまにいるんで、本当無宗教。
本当無宗教で社会的にもそういうつながりもなくてみたいな。やっぱそういう人が悪いことしてる人多いっすよね、多分ね、僕の分析。だから、まあ、よしあしですけどね。まあ、僕には関係ないけど、見ててそう思った話ね。まあ、見てて、ニュースとかね。だから僕の、今そこでそういうのが起こってはいないですよ、もちろん。でも、都会とか行ったらそういうのあるんだろうな、とかって思っちゃうんすよ。だから、まあ、スイフティもいいのかなっていう、宗教みたいもんで。若者。若者の心をまとめるっていうね。すいません、話が飛び飛んですいません。僕の脳みそはまた活発に動き始めて、話がてんでんばらばらで飛んでってます。なんかふっと気づいたら違う話題話してるみたいなね。え、いつの間に話題変わったのみたいな。 それ系 たまに自分でビデオ編集してて思う。なんか前触れもなく話題変わってるよねみたいな。それ系ね。そういうのあります。それが僕の取り柄です。なんで許してください。 そのスウィフティの話ね。で、何でしたっけ、何の話でしたっけ。そうそう、だから僕は頑張って生きていこうと思ってたなし、できるだけね、できるとこまで。 どうかな、コーヒー。いや、しかしとにかくね、今僕が気になってんのは、今修理してもらうじゃないですか。 してもらってんですけど、治った後にどこまで持つかなっていうね。まあ僕もあんまエンジンのこと詳しくないけど、ディーゼル、なんか僕が思うに、あとやばいところはやっぱその DPF 周りのセンサー類と、なんかクランクケースブリーザーみたいなのがあるらしいんですよ。なんかクランクケースの中のプレッシャーが高まりすぎるみたいな。それのクリーニングのことは一度も聞いたことない。それのこと聞か、なんかメモしとこう。質問しよう、明日。多分明日には治ると思うんですよ。質問事項を書いていこう。要は、クランクケースね。クランクケース。それと、まあ、ベルトとテンショナーは、まあ、目に見えるとこだから、まあ、キュルキュル言い始めたりしたら変えるっていうのでいいとして、ベルトテンショナーね。ベルト&テンショナー。で、EGR ね。EGR バルブと、クーラントを送るそのチューブ&チューブ。あとはその EGR クーラー自体ね。これも詰まることあるらしいんですよ。で、今回結構その変なガスが流れたでしょう。なんかそのせいでなんか詰まっててみたいな、効率悪くなっててとか、あと発熱しすぎてたからクラック入っててとか、で、クーラーとか漏れ始めて、それがエンジンに入ってまたエンジン壊れたとか。それが心配してるんです、とにかく。そういう。あとなんだろう。まあギア系は特にまあ心配してももうしょうがないんでね。まあインジェクター新品でしょ。で、まあとにかくだからそこまでインジェクター新品にして DPF 新品にしてるけど、また他が壊れたせいで、せっかく新品にしたパーツにまたダメージがいって、なんか5万マイルぐらいしか走ってないけどまた動かなくなったよみたいな。それがとにかく僕のね、頭にこびりついて離れないなんか心配事なんですよ。多分あと1万ドルかけたら全部変えれると思う。多分。どうですか？あと1万ドルかけるべきかな？ それか、あと10万マイルぐらい走って、来年か、1、2年後ぐらいまで持ってくれれば、その時点でそこら辺買える、新品に。まあお金も稼いでるしね。乾杯。難しいのは、じゃあ今回買えたから持つ保証もないってそこなんすよ。
なんか変えたせいでより早く壊れるとか、なんか修理がうまくいってなくて、なんかネジが緩んでてとか起こるじゃないですか。そういうこともそういうこともあるから。でも EGR クーラーとか自分でできそうなんですよね。手の届くとこだし、今回はこれで我慢かな。とにかくそれがおじさんの頭からこびりついて離れないポイントなんですよ。なんかまた他が原因でせっかく変えた新品の部品がまたおかしくなったら嫌だなっていう。エクスペリエンスしてます。エクスペリエンスアメリカ よくわかんない うーそうね、話はさ戻るんですけど、そういうね宗教系でとか、そういう社会的なつながりが薄くて希薄で変な人がいるって話ね。警察に食ってかかるとか、親子して酒を運転して警察に文句言うとか、まあ多分稀だとは思うんですけどね。稀だとは思うけど、いるんですよね。あ、ビデオアップロード終わった。今ね、短いビデオアップロードしたんで、今アップロードしてます。なんかちょっと YouTube 最近やっててまた気づいたんですけど、なんか僕に被害があるとやたら再生回数が伸びるの、これなんででしょうか なんかね、エンジン壊れたとか金かかったとかっていうビデオに限って視聴回数がやたら伸びて、なんかね、ライク数が増えるんですよ。なんかそれは、なんですか、ざま見ろってことですか 壊れたざま見ろみたいな まあ、いいんですけど、それでも。なんでもいいです、別に。最近はそういう、なんていうの、コメントオフにしてるんで、そういうなんか、ひねくれたコメント見ないで済むんで、精神的いいです。前も話したけど、なんか、修理代2万もかかって落ち込んでるのに、なんか、うじゃうじゃくだらないこと言う人たちいるんで、そういう人たちと関わんないで済むんで、助かってます。だけど、そうじゃない、いい人もたくさんいるの分かってます。ももさんとか、アブマーリーさんとか 突然ですけど。いろんな方々ね、おじさん族。感謝しております、そういうおじさん族に。だからおじさんからの感謝の念を込めてこういうビデオを作ってます。感謝ビデオ。どこがとかって言われると思うんですけどね。それがポイントね。それがポイントです。ふういるんすよ、そういう感覚臭いのが。それがないからおじさんのクリエイティビティがアップしております。実は嘘言わないです。そういうの見たらね、気分悪くなるんですよ。なんだろうみたいな。何みたいな。うざいみたいな。だからそれがないから助かってます。だからどんどんビデオアップしてます。もう修理代2万払うだけで勘弁してくださいみたいな。勘にさせてくださいみたいな。いいからみたいな。分かってるから言わないでもみたいな。だからおじさんが新しいソーシャルメディアとの付き合い方を実践してます。なんか若い子とかってなんかあるんでしょ？インターネットがある時代から生まれ育ってる人たちって、なんかそういうコメントどうのとかね、なんかいじめられたとか、無視すりゃいいじゃんみたいな、コメント消せばいいじゃんみたいな、なんかいるんだからその変な人みたいな。それがおじさんから若い人、なんかソーシャルメディアやっていじめられてる人へのメッセージ。世の中広いからみたいな、そんなの無視してやめたらいいんじゃんみたいな、そんなくだらないことみたいな やってるけどね、やってるけど、その要はそのくだらない人と交流するような
ことはやめた方がいいですよみたいな。で、そう、自分でコントロールできるんでみたいな。コントロールすればいいじゃんみたいな。世の中広いからみたいな。実社会出ていこうみたいな。どうですか、そういうの。いるんすよ、そういうくだらない人たち、世の中。まあ、昔から言います。ご心配なく。ご心配なく。しかしね、知ってますか？ YouTube の元 CEO が、No longer with us って感じなんですけど、すっごい悪いコメントばっかりね。知ってますか？皆さん。なんか、すごいなんか黒いコメント多くて、うーとか思いますよね。やっぱり、検閲は良くないっていうか、YouTube チャンネル消すとそういう目に遭うみたいな。そういうコメントが多くて人間って怖いなと思いましたよね。やっぱ金かみたいな。やっぱ金なんだろうなと思いますよね。要は YouTube のチャンネルとか消されたりしてる人いるじゃないですか。そういう人たちが、その YouTube の元 CEO がお亡くなりになって、なんか、そうじゃないのみたいなコメント。人間って怖いなと思いますよね。怖えと思います。人間って怖えなって。そのなんていうの、悪意に満ちたコメントがすごいあったんで、やっぱそうなっちゃうのかなみたいなね。でも多分彼女も僕みたいな感じだと思う。そんな気にしてもしゃあないじゃんみたいな。そんないちいちみたいな。 そんないちいち全員のこと気にしたらできませんよみたいな、そういう感じだと思う、多分彼女の立場に立てば。だからもう見て見ぬふりね、しょうがないでしょみたいな。私が決めたんだからやりなさいみたいな。それ系でしょ。わかる。そんなの、しょ、そんなの聞いてられない。いちいち全員の話。それわかる。彼女の立場に立って考えましょう、物事は。アップしました、ビデオ。今日日曜日でね、明日月曜日なんで、今日天気良さそうだな。ちょっとまた散歩行くか。話が飛んでます。スウィフティ、多分日本でも結構人気あるでしょう。多分わかんないけど、世界的に人気あるから。昔で行けばマドンナみたいな、そんな感じですか、それ系。だけどマドンナもすごいですよね、あの人ね。なんかちょっとね、悪いこと言われてた。なんかもう結構年でしょ、僕より年上だからもう60歳ぐらいでしょ。だけどなんか腰をくねくねして踊ってステージでなんか倒れたみたいな。 パタッとか倒れて、なんかもうやめた方がいいんじゃないみたいな、そういうコメントね。とか見て、まあいろいろ考え方はあるでしょうけどね。やっぱり元気なおばあちゃんでいいのかもしれないし、そういう考え方もあるじゃないですか。元気なおばあちゃんになってほしいねみたいな。もうその年なんだからやんない方がいいんじゃないのって日本的な発想。もうやめなさいみたいな 意見もあったりとか。 ほんとね、セレブは大変ですよ、セレブリティは。有名だから。とかね、世の中いろいろありますよ、面白いことが。あと何あったかな。
ながら今見てます。ほんとね、今シャワー入ったんですけど頭がかゆいです。なんかね、景気が悪いとか大変ですよね。世の中同じことの繰り返し、景気が悪くなって景気が良くなってみたいなね。多少少し、どうなんですか日本。なんかいろいろニュースになってますけど、こっちで株価が下がってとかね。だけどなんか日銀が金利変えたじゃないですか。何でしたっけ、金利上げ始めたんだっけね。えそれの影響あるんですか、よくわかんないけど。はい、ということです。ご飯食べます、朝ご飯。うん、どうも。今日はちょっとあっさり行こうかなと思ってこれを買ってきました。じゃじゃん、アボカドトースト。え、美味しそうでしょ。ここ最近いつもあの例の朝のいつもの食べてたんで、あのこってりしたの、あっさりゆで卵いただきます。